かつてのセントオールバンズ修道院のモンセントオールバンズはイギリスハートフォードシャー南部のシティであるシティオブセントオールバンズの中心エリアロンドン中央部から北へおよそ22キロ地点にある2001年調査で人口は64,038人ブリテン島に住むケルト系のベルガイ族の集落ベルラミオンから死の歴史が始まる北へ向かう旅行者のための古代ローマ道 ワトリングストリート沿いにできた最初の主要町であり、ローマ都市ベルラミウムとなった。ローマ衰退後、聖アルバンによって知られる修道院から、町はバーラムチェスター、またはウェクリン・アキスターと呼ばれた。1944年以降の市街図戦闘オールバンズの旧市街地から離れると、市は両大戦間と戦後に建てられた建物が大半を占め、 郊外都市の特性を強めている。現在は、イギリスの都市計画手法の一つであるグリーンベルト、無秩序に拡大する都市化を防ぎ、文化財や環境を保護するため、都市を環状に取り巻くように設置する緑地帯によって周囲を囲まれている。先頭ウルバンズ地区は、国内平均価格より、相当高い住宅価格の物件を抱える。最近の平均住宅価格は、 国内平均の199,184ポンドに対し328,820ポンドである。セントオールバンズはネーションワイドビルディング協会によればセントラルロンドン以外ではイギリスで最も生活費のかかる地だとみなされている。これは主として電車を使えばロンドン、特にシティオブロンドンと最速の通勤距離となるためである。道路網では別の要素がある。 セント・オウルバンズは A5183 と A1081、市南部を南西に向けて走る M25 高速道、西わずか数マイルを走る M1 高速道、東へ8キロを行った地点に通る A1 など、ロンドンとイギリス北部とを最速で結ぶ道路が出会う地点なので、ある。市議会の見積もりでは、労働人口の20%がロンドンへ働きに出ており、 地元企業は4万6000種の食を供給されおよそ46%ほどが地元通勤者で埋められている。地元経済は主に事業所、中小企業、小売業、観光業からなり、その80%が10人以下の従業員を雇っている。労働者の33%が専門職、経営者で占められる。ハートフォードシャーにおける自営業は、 イギリス全国平均の自営業者割合である12%と比較して労働人口の15%となっている。セントオールバンズ市内には2つの鉄道駅がある。セントオールバンズシティ駅は市中心部からおよそ750メートル東の場所にある。テムズリンク線の電車でベッドフォード、ルートン、ロンドンルートン空港、ロンドン、サットン、ウィンブルドン、 ロンドンアトウィック空港、ブライトンなどと接続されている。セントールバンズ、アビー駅は市中心部の南およそ1キロのところにある。ロンドンミッドランド社が運行するアビーフライヤー線が通る。鉄道と陸路のどちらもロンドンルートン空港へアクセスが容易である。ロンドンヒースロー空港へは陸路でおよそ30分から45分ほどである。市の中心部は ひどい交通渋滞に悩まされている。市内には小さな通りが多く交差しており、車の利用率が高いのに自動車道には不適であり、地元公共交通機関の対策と乗り降りが貧弱なためである。また、中心部を通過するより、むしろ周辺を運転するよう運転者に促している。青空市場が市場広場とセントピーターズ通りで水曜日と土曜日に、 開かれている。毎月ファーマーズマーケットが通常、第2日曜日に開かれ、フレンチマーケットが毎年4ヶ月間開かれる。セントオールバンズには、エディンバラ、ノリッチ、ノッティンガム、オトリー、ロッチデールなどに劣らないパブが集まる。イングランドサイコと呼ばれるパブヨールドファイティングコックスにはかつて、ウォルター・ローリーが滞在したと言われる。15世紀の時計塔パブヨルド、 ファイティングコックス戦トオールバンズのある一帯は、定住地として長い歴史を持つ。ケルト系のコットバラウニー族が、西のプレキューに定住地を構えていた。ローマ人の建設したベルラミウムは、ローマ支配時代のブリテン島で、ロンディニウムに次いで大きな町であった。ベルラミウムは、現在の市中心部からほど近いバー川の谷の中に、築かれていた。中世の町は、 ベネディクト会派の戦闘オルバンズ修道院周囲の東側へ発展していった。この修道院は、ブリテン最初のキリスト教殉教者である聖オルバンが324年以前に斬首刑に処された地に建てられた。かつてはイングランド第一の修道院で、その政治的重要性を反映し、マグナカルタの最初の草案がこの場所で書かれた。修道院付属教会は、 現在のセント・オルバンズ大聖堂が1539年の修道院解散後すぐ1553年に地元市民らによって購入され教区教会となった。1877年、市にチャーターが授けられると教会も市教座聖堂に格上げされた。現在の大聖堂が建つ場所よりかつての大聖堂のあった場所が他のより高い場所にあり、 現在の建物が1077年に建設が始められるより前に修道院から継承されたことは明らかである。西正門と外人西側の米は1195年頃に工事が始まり1235年頃に完成した。セントオールバンズ港はパブリックスクールで14世紀に建てられた修道院門を含む修道院の西側に立つ。 学校は948年に創立され、英語圏で唯一の地のローマ教皇が学んだ学校でもある。学校の建物の中には、比較的最近までかつて帽子工場だった建物が含まれている。かつてはセントオールバンズで盛んだった製造業と結びついていたのである。近隣の都市、ルートンは帽子製造の盛んな地として知られる。 修道院とセント・オールバンズ校の間の道は、バー側とベルダミウム公園へ向かって下っていき、アビービルレーンと呼ばれている。この道の途上に、セント・オールバンズ司教とハートフォード司教の邸宅があった。この道の終わりにパブヨルドファイティングコックスがある。バー側には、キングズバリ水車があり、現在は、博物館となっている。セント・オールバンズの拡大は20世紀より前は、 外して緩やかであった。田舎の市場町、巡礼地であり、ロンドンから北部を目指す途上に最初の宿泊地となったことを反映していた。実際、チューダー朝からの多くの宿屋が存在している。両大戦艦、市は電気産業の中心地となった。戦後にニュータウンの建設が行われ、クレーターロンドンの人口が再分配され県庁に市は拡大していった。セントオールバンズには、 今日も、あらゆる時代の建物や遺跡が保存されており、観光地となっている。有名な建物には、修道院と15世紀初頭の時計塔がある。そのうち、時計塔は、イングランドでは似たものが、あと一つしかない。時計塔がある場所は、エリナークロスがかつてあった場所と向かい合っていた。セントオールバンズのエリナークロスは18世紀に荒れ果て、街のポンプと取り替えられた。南から、 セントオールバンズへ連なるホリーウェル級は、聖アルバンの伝説にちなみ名付けられた。伝説では、処刑場からアルバンの切られた首が転がり落ち、麓で泉に落ちたとされる。友好都市は一つである。ありがとうございます。